サピエンス全史という本について私はもうこの本を読む時間的余裕がありませんただこういう解説を読んでまあ徹底した相対化を行うこれは実は言語ではもう明確になされておりますそれとサピエンス全史というといかにも壮大に見えるでしょうが 言語のの体系のの中では小札,人部小札人部というのは小札というのは地表にあるものについて論じる部ということです人部というのは人間について論じる部その中でその中に入りますいかに壮大であろうとこのサピエンス全詞は時間や空間について語っているわけではありません人間について語っているのみで。 あると思いますその人間が相対性理論やニュートン力学やあるいはいろんな宗教を作り出してまた現代の自然科学技術も作り出しているんですけれどもしかしながらそれは人間界のこれをあのこの中田さん あの時々読むんですけども読みたいんだけれども読む時間がない本はこの中田さんのこれで、えー、概略を知るようにしていますぜひともご覧くださいでそれでこの「人類は地球を制圧したけど幸せ」というのはこれ人類史の,あの課題ですあの釈尊以来。 歴史的には釈尊以来あるいは老子や宗子やイエス・キリストにしてもあの幸せとは何かということをずっと問題にしてきた、えー、しかしそれはまたそれぞれで宗教という範疇に入ってしまいますのであの争いの種になるんですよねそれでこれをあの非常に明確にした人がこの人です、えー、完全なる人間ちょっと失礼 完全なる人間。アブラハム・マズローです。このマズローは禅の五達の体験をもとにこの本を書いています。人間には発達の段階があるということです。そして人間は発達の第五段階に至ると、いわゆるその成人の境地、無欲になる。発達の第四段階では、その経済的な問題から解放される。 そうすると人間はその内なる内なる本質に目覚めるんだという非常にある意味楽観的なことを書いてるんですけど非常に影響を受けましたこのマズローはこのコリン・ウィルソンの親友でしたえーよく話し合っていますそれで彼の中彼の,あのアウトサイダーその他の中にマズローのことは書いています 私はホッタへの旅ををおお読みすすることをお勧めします私はアウトサイダーグループから彼の自伝その他はあのオカルトに至るまではおおむね読んでいますそれで、えー、これがですね長く長いスパンで見るとこのマニチャリズムマニキまあ日本では仏教の中の密教ということを まで、うんまあ、伝わっていますがつまりこのチャイナまで来てそれから聖徳太子の時代に日本に伝わっていますねその時にその教えの秘中の日は密教といったようですこれはあの正体が実はマニ教であるというのが落合説であってこれは間違いないと思っていますそれで、えー、こちらから任門が。 それかからら日本から空海と西朝が行っていますでその中国の秦王朝の時代任文は秦破遷の王子なりと書いていますが秦破遷の流れをくんでえ王仁天皇の息子であるというのは多分間違いないですねそしてその秦破遷の時代に聖徳太子が現在の日本の原型を作っています。それで えー、この文明派ということを落合幹事先生が文明派ということについて語っておられます。ここなんですよ、それであの紀元前3800年頃にメソ,メソポタミアから発信されたウバイド精神文明派が東西に伝播したのが人類の文明史である、これではもうほぼ間違いないです。 えー、それで東当局がスコットランドまで行っていますでスコットランドの,の、まあ、代表的な作家としてバーナード・ショーがいますバーナード・ショーを本当に尊敬していたのがコリン・ウィルソンですそれから、えー、アラビアのロレンスことアラビアのロレンスは T.E. ロレンス トマス・エリオット・ロレンスこの人も一時期 T ・ E ・ショーと改名したぐらいバーナード・ショーに傾倒していましたあのアラビアのロレンスもまたアウトサイダーの一人でありましたそれで、えー、従って紀元前3800年に始まったようです,ようですねそして、えー、日本に来ているこの日本に 来た中で非常にあの不思議な仕事をしたのが国先の三浦梅園でありますその中でその言語という本ですね大変な本なんですけどこれはまあ日本国の国指定重要文化財であるという認識ははなはだお粗末でありましてこれは人類史の宝です読める本ではありません読み解ける本ではないですけど50年かけてほぼ読み解きました えー、これはもう人類史上の至法ですこの研究を急がねばなりませんそれであのー、サピエンスこの認知革命において大事な徹底した相対化ということですけど言語の中でこういう記述があります、えー、人天地を食してえー、とこの丸は点灯を持ってくださいこの 黒棒点白棒点と白丸点があるんですけどこれは行の対関係をあの表示するために丸のままにしています人天地を食して天地翻りて人中にやらんこれはもう今日自然科学を用いて天地を人中にあるものにしようとしていますこれは人間の欲ですこの故に 天地を持ってこれを見れば、コロの人を食らうと人のコロに侵書すると、つまり、えー、トラオオカミが人を食べるということと、人がそのトラオオカミの,あの川に寝るというのがもうあったんです、この頃ね。その川の上に寝る、つまりトラオオカミを殺して、その川をその敷物にしているというのと、ちょろく、 イノシシとシカがあの人家を侵すからまあ作物を食べますよね蚊を侵すとというのはそういうことです人のチョロクの虚を奪うとズクンズを選ばんどっちも変わらんじゃないかとその中でその人間がどういうわけかあのどういうわけかというかその人間が 進化してきて他の動物を制圧して例えば肉牛あの経済動物とされている牛や豚などとにかく肥育効率が最も良い状態に置いてそして、うん、まあ殺して食っているとそれからペット類は多いけれども野生の生物は死んで、まあ、数が少なくなっているやってることは動物がやってること と変わらんとよりもっとひどくなってるんですよね人間の能力を拡大した拡大してあの虎狼ワニ、えー、穴込んだあたりと全然変わらんことを文明というの力でやっているでそれであの実際そうなんですだからあの。 これは小札,人部です小札人部というのはサピエンス全子がいかに壮大であろうとこちらで出しましょうか地球表面にあるものの中の人間だけのことを言ってるでしょうということですそして人間が肥大したために自然科学の技術をもって肥大したために地表のあらゆるもの動植物鉱物類その他をあの まあ、トラライオンが人を襲うのと全く変わらないわけですよ人間が襲ってるんですよそして人間だけは勝ってきたんですそして人間の文明を作っているだけどサピエンス全子の最後の問いは人類は地球を制圧したけど幸せですかということですこれ幸せではないんですよ それでこの問題に対して非常に早い時期に答えを出したのがアメリカの産業医であったこのコリン,あのコリンウィルソンの親友の一人であったアブラハム・マズローでした人は無欲になります幸せになるとしかしまだ幸せではないそれであのコリンウィルソンについてはあの結局まあ 彼もですね、えー、この精神文明派なんですよ問題はこれなんです精神文明派こちらから文明派を送ってるんですよ彼の本はで彼の本が一番人気があるのが日本なんです実はやっぱ文明派をキャッチしてるんですよだからいろんな人が彼の影響を受けていろんなことをしているでたまたま私はコリン 文語におりましたので、何の縁かあの言語を読むようになったんですよね。そしてそれをこの落合ワンワールド主観に位置づけることができたわけです。だからこれはもう間違いないと思っています。それであのサピエンス全史がどう大きかろうと壮大であろうと、あの小説人物のことを 書いて、それを読んでるのは小説人ぶの人間だけでしょうということですよね。あの。そういうことから。あの。人間がやっていることは自然科学の力を借りているけど。あの。狼が人の子供を襲うのと何も変わらんことをしてるんですよ。それをね。 人はその地獄をもって万物に勝りて直ちに登るここにおいて天地も,もうまた己のうとなせばすなわち人天地を食して天地翻りて人中にやらんまさに己のうとなせばと自然科学によって天地を己のうとなせば自分の所有となせばすなわち人天地を食してらえてということですね天地翻りて人中にやらんこの倉うというのは別に食べるという意味じゃないんですよ あのーまあ、手の内に入れてしまう都合のいいところだけをね手の内に入れてしまうんですよだから動物の中でもペットは愛すべしなんです竜養剣啓、えー、剣,剣はつまりペット類とそれからま食用になるもの役に立つものは愛すべしというのは別に愛しなさいという意味ではありません愛することができると好きになれると。 近づけるとコロチョロクは肉もベストコロチョロクは人間は嫌ってしまうと、えー、この辺はですねあの人が直立して立っているというのは実は 笑うべきことだとだ人間も動物ですから動物は4本の足を持ってあの地面の上を歩くものだとしかし人間だけがあの立っている前後と左右を間違えているつまり動物はですよ四足動物は頭が向かう方が前なんですけど人間は頭が向かう方が上ですからね。あの そのことをバイエン先生はまあ笑ってるんですよね前後と最後を取り違えてるとしかしそのことに気がついていないんですよそれで大事なことを言,あの言ってるんですよね「天はこうをもってしかしてこれを憎むにいいなくこれを愛するにいいなし人は私をもってしかしてこれを愛すにいいありこれを憎むにいいあり」。 そうですよね人は己を私するに塞がるこれなんですよ人は私己を私するに塞がる故に我が好むところを決とす我がいとうところをわいとすものの三に怒る人の三に除す己の今日よりしてしっかりまた聖なりあの もうここででサピエンス史の結論を書いてるんですよ江戸中期にしかしこれあの国の重要文化財であるとかこれを最初に研究したのが東京帝国大学であるとかいうその狭い枠の中に入れてですねこれが人類史の宝であるということをあの分かっていない人が適当に牛耳ってるんですよこの三浦馬園という存在を。 これはもう東京大学文部科学省それから梅園を研究しているまあ日本思想史学会とか日本思想史学それからその地域の研究者もまたバイエン学会などもありますけどそれから教育委員会だとかその他全部ひっくるめてそういう方向でこの三浦梅園という存在にまあ風呂敷を かけて外から見えないようにしてるんですよ。外に見えるように情報を発信してるのは私一人です。まあ、この点はよくあのご理解くださいませ。あの世界思想史の金字塔なんです。世界思想史の金字塔で未来の指標を指し示す思想がここにあります。 えー、どうか気づいてくださいではこれで終わります